待ってたよ。こっちこっち。私が来た時はもうこんな感じだったの。これリュウジがやったのかな。リュウジの姿もケイの姿も見当たらないの。ハッカーに聞いて情報を集めてみようよ。これハッカーが開けたバックドアみたい。リュウジが開けたのかな。それとも行ってみる。あれはケイ。お前か。また俺を助けに来たのかよ。お前はいつもそうだ。そうやって俺を助けて、優しくして、見下して。そうだ、こいつも他の奴らと同じだ。だからよく見てもらおうぜ、俺のことを。さあ、来いよ。舞台を用意した。今度こそ決着をつけよう。追ってこいってことかな。みたいだね。すごい、ケイが自分で構築したのかな。気をつけて、どこからケイが攻撃を仕掛けてくるかわからないよ。え、後ろ後ろって何が。何かのデータみたい。デモンズに入ったばかりの俺に小坂の方から近づいてきた。どんなアカウントでも用意できると奴は。こいつは利用できる。俺はそう思った。だからあいつのアカウントを借りよう持ちかけたんだ。今のは K の記憶かな。なんでわざわざこんなものを見せるんだろう。今は考えても仕方ないね。先へ進もう。行こう。いっけー。
とかなったね。なんとかなったね。またアカウントなりの依頼か。構わないけど、次はちょっとは面白いやつにしてくれよな。この前のやつは本当に平凡で退屈だった。お前はもう用済みだ。あいつがアカウント狩りの犯人を探し始めた。お前が捕まって余計なことを喋られたら困るんだよ。安心しろよ。お前のアカウントは俺が利用してやる。お前は敵の役だ。小坂明を倒して俺はあいつの隣に並ぶ。俺たちは揃ってヒーローになるんだ。それでもダメなら K が俺たちの敵になればいい。 K に奪われたものを俺たちが取り返す。強敵にまみえればあいつは俺を頼ってくれる。俺のところに来てくれた。声が俺にそう言ったんだ。あいつだけなんだ。あいつだけが俺を。待って、開始だ。みんなのおかげだよ。なんでフージーに行ってしまうんだ。そんなのお前じゃない。俺のヒーローじゃない。お前だけが俺をいじめなかった。お前だけが
俺を認めてくれた。どこにも行ってほしくない。誰にも慣れたくない。お前は俺の相棒なんだ。現実世界そっくり。でもよくできた偽物みたい。ここはまだ K のサーバーの中だよ。ひどいな、偽物なんて。俺たちの大切な場所なんだぜ。もう分かったろ。俺が K だ。お前のアカウントを買ったのはお前の親友の U だよ。最初はお前のアバターが欲しかっただけだったんだ。偽物でもいい。お前の姿をしているものに近くにいて欲しかった。でもそれじゃ満足できなくなった。どうにかして本物が欲しくなったんだ。だから敵を用意した。穂坂明、それに K、 そいつらからお前を助ければ、一緒にそいつらを倒すことができれば、お前は俺を頼ってくれる。俺の相棒に、本当の正義の味方に、ヴァンガードになってくれると思ったんだ。それじゃあ今までのことは全部君の自作自演だったってこと？バカバカしいって思うか？思うよな。でもさ、言えるはずないだろ、本当のことなんて。俺がお前のことどう思ってるかって、親友もたちまち満足できなくなってるなんてさ。声が俺に教えてくれたんだ。お前はどうあって俺の隣には並んでくれないんだ。お前だって本当は俺のことをバカにしてたんだ、あいつらみたいに。だから一緒にいてくれなかったんだ。あんな奴らとばかり言っちまうんだろ。お前も俺をバカにしてきたあの不良どもと同じだ。暴力と哀れみからの違いだけでことを見下してるんだ。だから俺は強く、誰にもバカにされないくらい強くなるしかなかった。そして奇跡が起きた。現実でも俺は K の力を使えるようになった。お前のアカウントを切ればお前になれた。
俺が一番理想とするお前、エデンで最も強いハッカーであるお前が俺と一緒にいてくれる。もう負けない、誰にだって。お前にヴァンガードになれたんだ。引っ込んでろよ。俺はお前の声を代弁してやってるんだぜ。全部俺が望んだことだ。これはなりたかった俺が喜ぶ。これから俺を俺が古い俺はもういらないよな。イエーイ、顔がなくなっちゃってる。そんなやつほっとけって。ちっぽけな劣等感と憧れの間でとつくるって、お前を振り回していたくそさだな。呆れるよな。いや、余興としては最高の見せ物だって。こいつ俺の言うことを鵜呑みにしてどんどん行動が破綻していくんだぜ。対等になりたくても自信がなくて手が伸ばせず、気づいてほしくても正直に伝える度胸もない。だから、あの手この手でお前の気を引こうと必死だったってわけさ。それが裏目に出て、フーディエに美味しいところを全部持ってかれてたけどな。思い出すだけで笑えてくるぜ。汚かったら本当に理不尽でみっともないよな。配信しろ。たっぷりと楽しませてくれるな。俺がきっちり俺の望みを叶えてやる。お前が望むお前になってやるよ。俺のものにならないお前ならいいや。そうだよな。ずう、何して遊ぶ。そうだ、色ごっこがいい。昔よくやっただろ。俺がダークレジェンドヴァンガード系で、お前が宇宙レスキュータスケンジャーだったっけ。楽しかったよな。けどさ、最後はいつも俺がやる。あれ結構ムカついてたんだぜ。だって俺はダークレジェンドヴァンガード系は絶対無敵のヒーローなんだからさ。負けるわけないのにさ。そうだ、負けるわけない、負けるわけないんだ。なんで俺がお前に負けなきゃいけないんだよ。ふざけんな、ふざけんな、ふざけんな、ふざけんな。いいふざけんなよ。
ヘビは禁物だ。みんなのおかげだよ。終わったね。エリカ、見てたんだね。あのデジモン、この仮面に仕込まれていたみたい。それが彼をあんな風にした。歪んだ彼の心がさらに仮面のデジモンに影響して暴走し、体ごと乗っ取られてしまった。お兄ちゃんとアルカディモンみたいに。君が見たかった彼と、彼が見て欲しかった彼と、本当の彼がどちらかはわからない。彼だけじゃない。君も、私も、みんなそう。でも、どちらも本当じゃダメなの。事故は一つでなければならないの。どうしてくれたのか、俺の。たまたま手に入れたの、あのか。クールは偶然拾った。あれをつけていると俺は強くなれた。ハッキングスキルも考え方も別人みたいになって、それでサクソンと関わるようになって、全部自分の力だと思って。そうじゃなかったんだ。ケイとして活動できた。全てあの仮面のおかげだ。
スが語ったことは全部本当だ。いつだかあいつに言われるがまま自分の気持ちを抑えられなくなってくる。でもなぜお前は俺を許してくれるの。ありがとう。けどそんなお前だから俺には苦痛だったんだ。言えよ、気持ち悪いって。二度と顔も見たくないってな。お前の綺麗事なんかもううんざりなんだよ。そうやって哀れまれるたびに俺がどれだけ惨めな気持ちになるのかお前にはわからないのかよ。強くなれないんだ。誰の隣にも並べる。誰にも選んでもらえない。なんだよそれ。お前ってほんとどうしようもないバカだな。